経済評論家常念司が5分で解説シリーズということで、アメリカ大統領選挙に大きな異変が今訪れようとしております。まあ先週ね、トランプ大統領のね、まあ、暗殺未遂事件がありましたが、なんとバイデン氏近く撤退決断かということでですね、各紙が一斉に報じております。まずですね、ワシントンポストの記事なんですけどね、18日に、まあこれ報じられました。電子版でね。11月の大統領選挙で、まあ再選を目指しているバイデン大統領が近く撤退を決断する可能性があるという見方をですね、なんとペロシ、ナンシー・ペロシ、元下院議長が示したということです。で、このワシントンポストの元ネタはですね、元ネタは、そうか、ワシントンポストか、ごめんなさい、間違えた。もう一個別のメディアですね。アメリカのネットメディアのですね、アクシオスも、バイデン氏が今週末にも、撤退を決断するだろうと、する民主党幹部の見解を伝えたということです。これね、時事通信が実は、伝えてるんですね。で、ワシントンポストによるとですね、党関係者3人の話と、いうことで、ペロシ氏は複数の党所属下院議員に対し、バイデン氏が近く周囲の説得を受け入れて、選挙から撤退する可能性があると語ったと、いうことです。で、さらにですね、オバマ大統領が、再選の会議についてバイデン氏は真剣に再検討すべきだとの認識を、示したということで、まあ、オバマさんからも、ペロシさんからもですね、まあちょっともう降りた方がいいんじゃないのということで、まあ言われて、さすがにバイデンさんも考え直したかと、いうことですね。で、そのアクシオスはですね、バイデン氏自身が選挙戦を続けることを諦めていると、いうふうに伝えていると。で、さらにですね、バイデン氏に近い関係者は、ハリス副大統領を後継に据えるとの発表が近々あっても不思議ではないと、いうことになりそうです。それからですね、NHK もこれ報じてますね。ペロシ下院議長、バイデン氏近く撤退決断の可能性と、いうヘッドラインです。これもまあ同じですね、ワシントンポストが、言いましたよとかね。それから複数の関係者の話として、オバマ大統領はこの数日、周囲に対し、バイデン大統領が勝てる可能性は極めて低くなり、選挙戦を続けることについて、本人は真剣に検討する必要があると伝えていたと報道していると、いうことですね。で、まあ、バイデン陣営はですね、昨日まではね、まあ、選挙続けるんだと、言ってたんですけれども、なんかやっぱりかつてないほど、政治的な、孤立が深まっているとね、ワシントンポストも報じているんですが、もうこれはもうダメかなという感じですね。はい。なんかそれからもう一つね、これ FNN プライムオンラインですね。これにもですね、なんかその、例のね、暗殺未遂事件以降ね、トランプさんのね、その孤立してですね、バイデンさんがね、心境の変化があったのではないかと、いうふうに伝えてます。はい。で、なんか強気一転、心境の変化を伺わせた演説ということでですね、バイデン氏の撤退圧力が耐え難いレベルに達しているということで、まあこれアクシオスの方の記事ですね。これを引用してですね、週末にも決断するということは、だからもう今日明日にでも決断するということですかね。はい。バイデン氏の側近からも時間の問題だという声が出ていると。ハリス副大統領がトランプ氏に勝てる可能性について尋ねてきたと、言ったですね、まあ情報が出ております。はい。で、一応ですね、これね、FNN プライムオンラインにはこう書いてあるんですけど、大統領候補の公認を求める声について、トルーマン元大統領が語ったとされる、ワシントンで友達が欲しければ犬を飼えという言葉を引用し、この数週間で彼の言っている意味が分かったと述べ、冗談ながら逆風化での孤立を感じている様子を伺わせたと、いうことですね。はい。で、まあ、カマラ・ハリス氏をなんかすごいね、褒めてね、立派な副大統領だとかいうね、演説をバイデンさんがしたということで、なんか思惑あるんじゃないかみたいなね、いう感じになっているそうです。まあ、この後継がね、カマラ・ハリスさんになるんですけど、ケント・ギルバートさんによればね、このカマラ・ハリスさんという方ね、まあ、いわゆるその、まあ、あれですよ、ポリコレ枠ですよね。はい。まあ、いわゆるアファーマティブアクションじゃないですけど、それ枠で、まあ、入った人ですよ。ね、カリフォルニア司法長官になったのも、まあ、そういう流れだし。ね。まあ、副大統領になったのも、まあ、その流れで来てるので、まあ、実力とか政治手腕というのはもう、ほとんどないんじゃないかみたいに、まあ、言われている人なんですが、そんなね、カマラ・ハリスさんね、果たしてトランプさんに勝てるのかどうかというところなんですけど、これ意外と いけるんじゃないかと言ってる人もいるんです。実はね、実はいるんです。ただ、いくつか条件があるんですけどね。で、その件についてはですね、詳しくはですね、ヤエスイブニングの方で、書いたので、よかったらそっち来てください。はい。まあ、これでトランプで決まりだとかいうのはちょっと、早計かな。ちょっとトランプさんもちょっと油断してる、節があるので、あんまりね、カマラ・ハリス舐め切らない方がいいかもしれないですよ。
それはそれでね、左にはやっぱパワーがありますからね。はい、あんまり侮らない方がいいかなと。まあ、本当にね、アメリカ大統領選挙って最後の最後ね、ちょっとした揺らぎで結果大きく変わりますので、その辺も含めてですね、注目かなと。いうふうに思っております。ちなみにですね、トランプ大統領のね、共和党、大統領候補指名受諾演説についてはですね、今日ライブで実はやりましたんで、はい、ご関心ある方はぜひライブのアーカイブの方をご覧ください。よろしくお願いします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。ガオー！